時時刻は9時43分です。FM 大阪からお送りしている「マルシェクク」毎週水曜日のこの時間は「ビッグマルシェ」。 六百六十三万人以上のユーザーを持つソーシャル経済メディアニューズピックスとのコラボレーションで国内外百メディアのニュースのほかニューズピックス編集部が作成するオリジナルの記事を紹介していきます今週もニューズピックスから平山さんにお越しいただきましたおはようございますおはようございますよろしくお願いしますさて今週は本のご紹介なんですよねはい。そうですね今週はですね今年の2月に発売されました 見て知るサステナブル初めての脱酸素という本を紹介させていただこうと思っています、はい、でこの本なんですがあのニュースピックスで、うんえっと、ビジュアルストーリーデザイナーという肩書きで、はい、えっとストーリーを書いている砂田由佳が、はい、執筆とデザインを担当した本なんですね。 ですね。はい、だから今日はこの見て知るサステナブル初めての脱炭素を執筆された砂田由かさんとズームをつないでいろんなお話を伺っていくというわけですねそれでは早速読んでみましょう砂田さんおはようございますおはようございますあのビジュアルストーリーデザイナーをしております砂田と申します本日はどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします あの平山ささんんんは砂田ととお会いしたことありますすすよねねそうでで、ねはい、どんな方ですかあの仕事がですね、うん、ビジュアルストーリーデザイナーって結構ね伝わりにくいかもしれないですけど、はい、あの結構経済の話って難しいと思うんですけどそれをすごく簡単に、うん、あの分解してあと絵で紹介してくれる、うん、本当だから「ニュースピックの中で書かれている記事も本当に絵本のような。はい 記事を書いてくれ、すごく分かりやすくてファンもすごく多いんですよね。です。です。なださん <laughs> ありがとうございます。ちょっとあの肩書きはすごく <laughs> 謎めいたあの名前をしているんですが、まさにあの平山さんがあの紹介していただいたように、うんうん、その経済とか世の中の仕組みなどを文章ではなく、うん、なるべくイラストとかデザインを使って絵本のようにグラフィック化した。読みやすく、はい、はい、読みやすくした記事を作成しております。それが普段されているお仕事なんですよね。はい、そうです。 今日は砂田さんが執筆とデザインを担当された本見てて知るサステナブル初めての脱炭素こちらの本のご紹介ということなんですが、えー、どんな本な本のか教えてください、はいは、えー、タイトル「初めての脱炭素」とありますので、うんまあ、あらかた想像がつきやすい本だとは思うんですけれども。はい あの一言で言いますと最近ニュースでも耳にすることが多い脱炭素やカーボンニュートラルについてこれらがそもそもどういうことを示していてなぜ必要なのかの背景とかえまた再エネとか電気自動車とか水素って最近よく言われるようになってますが具体的に何で必要なんだっけみたいな話ですねそういったあの脱炭素を取り巻く全体像を今絶対に知っておかなくてはいけない部分だけを凝縮してえ知識ゼロの方 でも、一から脱炭素を学べる本になっています。知識ゼロの方でも、一から学べるっていう。しかも、見やすいし、<laughs> 全部フリガの売ってくださってるじゃないですか。<laughs> 読みやすいですよねあの何て言うのかな知識もねちょっとあってもそのこれ専門的な言葉ってこなんて読むんやろって結構あるじゃなないですかそうなんですすかそうんよあとちょっと文字でいっぱい書かれると入りづらいと思うんですけど、うん、<laughs> 絵で入るとすごく分かりやすい,です,すやすいです。で今回この「見て知るサステナブル初めての脱炭素」どんな点にこだわったのかも教えてください。 はい、えー、そうですね大きくは2点ありまして、はい、まずはあの先ほども触れていただいたように全ページフルカラーで全てイラストで構成されている、うん、まさに絵本のような本に仕上げたことですね。はい、そもそもあの私自身があの文字を読むことが非常に苦手で。えー <laughs> 本当ですか <laughs> そうなんですよね特に経済の話とかだとあの難しくて本当に読むモチベーションを持てないことがずっと悩みだったんですねなので今回の本では極力文字を減らしてなるべくイラストとキャラクターを使って解説することでとっつきづらい脱炭素というテーマをなるべく身近に感じてもらえるもらえるように演出しましたそうかご自身の体験から、うんうん、こういう経験をされている方他にもいるやろうなと思って そうなんですよね <laughs>。そうか、これでもお子さんも大人もみんな楽しめる内容になってますね。はい、うん、うん、そうですね。えっとまあ、対象年齢10歳からっていう、うん、あの打ち出してるんですが、まあ、基本的にはその？ 子どもが理解できるレーベルの内容にまで落とし込んでるんですが、うんうん、まあやっぱりそうですね。子どもが理解できるっていうのは大人が思っている以上になんでとかなぜの連続をクリアしないと理解することが難しくてそうですよね。そうですよね。あの例えばなんですけれども脱炭素ってなんでしょうって言ったときに、うん、あの二酸化炭素を排出しないこととその用語解説だけポンってするのは簡単なんですが。うんうん そそもそも二酸化炭素が何であって今と昔を比べるとこれだけその量が違っていて、うん、こういう背景で増えてきてだからこういう問題が出てきてなどあらゆる説明の段階を踏まないと、うん、やっぱりちゃんと理解するのが難しいなと思ってます、うん、本当にです、ね、のでそうですねこだわった点の2つ目といえばそういう意味であのこの本では1ページ1テーマで前提の背景知識をキャラクターの会話も交えてなるべく丁寧に説明してあのページをめくるたびに 一段一段階段を上るような構成に仕上げてまして可愛い,いキャラクターが喋ってますどんなところからたくさん排出されてるのこれきっと子供の心の声でしょうねそうですそうです、ね、<laughs> そういう会話も繰り広げながらなるべくその一つのお話のように前のページからつなげて一つ一つ疑問を解消できるような構成にしましたああこれ大人にはありがたいです子供ってなんで どうしてってめっちゃ聞いてくるじゃないですか<ー> <laughs> 大人って意外と、ね、うーんそう聞かれると何て答えたらいいんだろうっていうの平山さんありません、うんうん、そうなんですよなんか難しい言葉だったら説明できるけど、うん、みたいなあるすると思うんですよね子供にはやっぱ嘘つけないしな難しいなと思いますがでもそもそもねこのような本をなぜ作ったのかっていうそこから教えていただけますか はいそうですねあのもちろん専門家の意見っていうのは伺うんですけれども、うん、とはいえ私自身が脱炭素とかその世の中の経済や仕組みについて、はい、そ,のその道の、まあ、プロではないです っって言ったらそれがが本音なんですが、うん、じゃあなんでそんなやつが本を書いてるのかって言いますとあのこれは「ニュースピックスでコンテンツを作る時も同じ考えなんですがやはりあの私自身が世の中のことを全く知らなくてコンプレックスをずっと抱えていたことが原点にあります。そそううでですすかめ、はい、めちゃめちゃゃ詳しいそうですよ <laughs> いやもちろんあの今も勉強中ではあるんですが、はい、やっぱりあの社会人になりたての頃とかって知識がなさすぎて上司と会話ができなかったり。ちょうど今新入社員が だから新入社員がねこのスタジオにいるんですよ。<laughs> あ本当ですか？<laughs> 今まさにその壁にぶち当たってると思うんですね。<laughs> はい、お困りの方も多いと思うんですが、やっぱり、うん、あの何か意見を求められても知識がないからやっぱり何も思い浮かばなかったりして、うん、私もそうやって本当にずっと悩んできたんですね。<ー>で、そういった経験からやっぱり世の中のことを知っておいた方がいいんだけど、うん、でもやっぱり、ま、な,なかなか学ぶモチベーションが湧きづらいテーマもあって、うん、あのそんなテーマに対して。 頑張ってニュースとか新聞見ても何も分からないから面白くない、うん、だから続かないみたいな悪循環がずっと続いてて。 なので、えっと、やっぱり本当にゼロから背景知識を説明してあってなるべく文字が少なくてイラストがいっぱいな本で勉強したいなっていう思いがきっかけでじゃあ,あの私が作ってみようとそんな感じであの今回初めての脱炭素を執筆しましまた砂田さん救世主です、本当に <laughs> いろんな人の悩みをあの全部この本で解決してくれるっていう。これ見たら <laughs> ああなるほど って本当に平山さんまず絵で楽しめるのと分かりやすく全部書いてくれてますよね一つのテーマに対してそうです、ね、あの文章も結構短めで文字少なめって言ってましたけどすごく簡潔に書かれてるんで、うん、必要な知識だけがちゃんと頭に入っっててくるって感じですよね、はい、あのまずね本屋さんに行って分厚い本があるじゃないですかそれ手に取った瞬間これ読むんだっていうそのモチベーションと開けた時の全部文字っていう当たり前なんですけど本だから。うん でもやっぱりテンション下がってしまうんですよね。そうですね。やっぱり面白くないなんか硬いなっていうのが<ー>の遠ざけてしまうというか。そう。はい。やっぱり実体験だから平山さん、うん、より砂田さんの思いもこの本に入ってますし、そうで、ね、その皆さんの気持ちがわかる方が書いてる本だから読みやすいと思うんです。うん、実際にあの発売して二ヶ月ほど経ちましたけれども周りの反応いかがですか？あのそうですね編集の方からは売れ行きが とても好調だとは聞いてるんですが、はい、私はあのそれが全く見えなくてちょっと寂しい気持ちは <laughs> <laughs> あの正直あります。というのもアマゾンのレビューが全くつかず、はい、それがちょっと最近の悩み事の一つではあります。<れ> <laughs> <laughs> そうか、本屋さんで買ってる方はつかないもんね。アマゾンはい、ね、アマゾンのレビュー。はい、そうですね。そこ気になるんですね、<の>やっぱり。<laughs> <laughs> あの読者の方の声を聞きたいと。うん 思ってますのでリスナーの方で気になった方がいらっしゃったら、はい、ぜひお手に取っていただきレビューしていただけると、うん、<laughs> とても嬉しししいいですすよろしくお願ま実際に今回は「見て知るサステナブル初めての脱炭素」というテーマで本を出されましたけどもなんか次こんな本出したいなとか、はい、多分編集部の方から次こんな本出してよって言われてたりはしますかえそうですね 何か言われていることもないんですが個人的には、うん、あの今脱炭素の本を書いた流れで、はい、あの個人でも脱炭素に貢献できるっていう意味ではあのエシカル消費に興味がありまして世の中にはやっぱそのいろいろエコを歌った製品ってあるんですけれども、うん、中には偽のエコの商品もあるわけで,で、ね、実際それがどれぐらい<ー>そう本当にエコなのかってあんまり分かんないので、うん、そのエコの真実の追求をあの、うん データとかを使ってビジュアルであのまとめた本を作ってみたいなっていう思いはありますね。うん、またその時もいろんなキャラクターが登場するんですかね。あ、<laughs> そうですね。やっぱりキャラクターで、はい。見やすいですよね。ね、そういう本も読んでみたいですね、平山さん。そうですね。これのなんか第二弾、第三弾とね、うん、みんながどんどん一緒になんか賢くなっていけるような本が出るといいなと思いますね。うんうん、そう、本当 S D G S もそうですけども、なんかあの詳しくじゃあ教えてって言われたら。 全部皆さん詳しく伝えられるかどうかっていうところもあるじゃないですかこれ知ってるとその社会人1年目でも会話が進んだりするんじゃないですかね。ううん、うん、そうだと思いいますね,ねはい ぜひと手に取って読んでみてほしいなと思います、はい、え今日はですね今年2月に発売しました見て知るサステナブル初めての脱炭素の執筆とデザインを担当されましたニューズピックスのビジュアルストーリーデザイナーの砂田由かさんにお話を伺いしました砂田さんどうもありがとうございましたはいこちらこそありがとうございました平山さん こはいあのすごくわかりやすい本なのでこれからねゴールデンウィークとかになりますけどそうだお子さんと一緒になんか勉強されるとか、うん、あの新入社員の方もねちょっとあの一般常識として脱炭素って結構大切になってきてるので。うん ここから入っていくみたいな形の入門書として手に取られるのもいいかなと思いますね分かりやすいです気温が上がることによっていろんなねあのー、食べ物への影響はこれだけ出るんだよっても書かれていたりとかへ、ねはい、ー知らなかったとっいうことが分かりやすく書かれているのでぜひ読んだ方は コメントもよろしくお願いします。レビューもよろしくです。さて、このコーナーピックマルシェ音声を youtube でお楽しみいただけます。マルシェのホームページにピックマルシェのバナーがありますので、ここをクリックしてください。 過去のオンエアデータを YouTube にもうアップしていますぜひこちらもお聞きくださいそしてニュースピックスアプリで記事を探す場合はカタカナでピックマルシェと検索をしてみてくださいちょうどゴールデンウィークに入るので今までのねいろんな記事読むのもいいかもしれませんね,そうですねはい、結構時間があれば読んでいただければと思います、はい、動画も充実しております、えー、ということでこの時間はニュースピックスから平山さんにお越しいただきましたありがとうございましたありがとうございました